私が来た時にはもう。俺はグリフィンを追ううちに大きな敵に出会ってしまった。危険な操作だから一人でやるつもりだ。先輩ひどい。私に黙って。誤解したことすまなかった。まだ俺を友と呼んでくれるか。お前たちとの出会いに感謝している。グリフィンを操る黒幕が存在するのね。おそれ、先輩愛用の銃です。誰にも触らせなかったのに。でもソウルは銃は性に合わないってタイプだから。受け取るぜ。アートマンの意志は俺が継ぐ。私にも手伝わせて。私、先輩から預かった捜査メモ調べてみます。まずは情報収集だな。スラム街のパッドのところに行ってみるか。よかった、無事だったんだね。
ホープさんたちに連絡してくれたのパットなんだろ。すまなかったな。で、何やってんだ。いらないもの燃やしてるんだ。街を出るのか。獣医になるって夢もできたし、勉強するにはここじゃちょっとね。そっか。実はな、オールドロジャーと完全な敵対関係になっちまった。奴らに繋がるネタはないか。フォックシティのギャングと盗難車の取引があるって話だけど。グリフィンは姿を現しそうか。大規模な取引らしいから、もしかしたらね。それとこれ、被害者のリスト。懸賞金かけてる人もいるから、うまくいけば報酬も手に入るよ。サンキュー。ソウルたちには世話になったからね。情報量はサービスしとくよ。取引の場所はヘップバーン科学研究所横の駐車場だよ。気をつけてね。間違いない、リストに乗ってる車だ。グリフィンがいないな。どうする。ホープに連絡を入れてくれ。ホープさんに。俺たちが取引を引っかき回せば、ミランダはグリフィンの元へ逃げ帰るはず。その後をつけてもらうのさ。なるほど。上物だ。ちょっと手を加えればうちの町でも十分に売れる。契約成立ね。これは見本としてプレゼントするわ。警察か。逃げるよ。
何なんだてめえらは。何にせよオールドロジャーとはこれっきりだ。リアナよ、グリフィンの隠れ家を突き止めたわ。砂漠にある風車まで来て。グリフィンはまだ中にいるわ。でもクララに連絡が取れないの。心配だな。悪いが探しに行ってくれないか。分かったわ。気をつけてね。さすがだな。よくもここまで追ってきたものだ。あんたのバックにいるのは誰だ。何のことだ。
ぼけるな。ソウル、お前は最高だ。どうだ、私とバトルしないか。悪いが、あんたのお遊びに付き合うつもりはない。私に勝てば全てを話そう。他に真実を知る方法はないぞ。
よくもグリフィンを。私に勝った唯一の男だ。誰にも手は出させん。お前は私に似ている、ソウル。俺はあんたとは違うそれでいい。情報を流していたのはウィリアムスだ。ウィリアムス所長が？金で親友を裏切るのか？何がおかしい？いや、もっと早くお前たちに出会っていれば。こいつはただ孤独だっただけで、気の合う相棒でもいればな。行くぞ。行くぞってお前、決まってるだろ、警察署だ。わざわざ訪ねてくれるとは嬉しいね。グリフィンに捜査情報を流していたのはお前だな。何のことかな。とぼけるな。お前のせいでハートマンは死んだ。そうか、殺す手間が省けたな。親友だったんじゃねえのか。出世するには友情より金が重要でね。かといって
グリフィンがこの町を支配するのも都合が悪い。彼らの組織を縮小させるため、君たちは実に役立ってくれたよ。貴様、汚い野郎め。最後にもう一つお願いだ。私の罪をかぶって死んでくれないかね。助けてくれ、殺される。所長、ご無事ですか。諸君、捜査情報をギャングに流していたのはこいつらだ。ハートマンを撃ち、今また私を狙ってここに現れたのだ。違う、そいつの言ってることは。捕まえろ。ホープ、話は後、逃げるわよ。こんなところすぐ見つかっちゃうわ。クララが急いでくれるといいけど。クララか。クララもウィリアムスが黒幕だってことはすでに知ってるわ。それで証拠を探してるので、見つかりそうなんですか。ただ少し時間が必要らしいの。その間に私は警察の様子を探ろうと思って。俺たちに出くわしたってわけか。おかげで助かったぜ。だけど、あのクララにそんな大事なこと任せて平気かな。ディアナもついてるし、平気よ。
犯人グループに次ぐ。出入り口は完全に封鎖した。武器を捨ておとなしく投降せよ。お前たちの卑劣な行為を我々は決して許さない。卑劣なのはお前だろ。よまいごと、ハートマンの敵め。出て行ってもどうせ殺す気だぜ。出てこないなら。皆さん、聞いてください。グリフィンか。ハートマンがそっちに向かった。お前を逮捕してオールドロジャーを一網打尽にする気だ。ご苦労。金はいつもの口座に。いつもの倍額だ。危険を犯して電話してやったんだぞ。ハートマン刑事の捜査メモからこのテープを見つけました。そんなもの偽造だ。残念ね。すでに鑑定済みなの。このテープは本物よ。どけ。
もう逃げ場はないぞ。ウィリアムス、おとなしく罪を認めろ。君たちには全く恐れ入った。命だけは助けてくれるんだろうね。ああ、せいぜい生き恥をさらせよ。そりゃどうも。だが死ぬのはお前だ。あんた、生まれついたのゲス野郎だな。私だって理想に燃えた頃はあった。だが人生のコースは町の道路よりも複雑でな。お前たちも道連れにしてやる。まずい、脱出しよう。そろそろ爆発するぞ。何かせ。おい、なんだよ、どうする気だ。この辺りかしら。工場が爆発する。早く逃げろ。え、何？俺もパトカーで。ああ、ソウル、返事してソウル。危ない。ソウルたちは本当によくやった。ええ、そんな、こんなの嘘よ。おい、ひでえ運転だな。もうしょうがねえだろ、あの状況だぜ。生きてるだけでもありがたく。あ、ホープさーん。ソウル。
こんな野郎のどこがいいんだ。この町を出たらあいつとももう会えなくなるな。黙っていく気か、カッコつけやがって。誰に黙っていくの？あ、ねえソウル、前に言ったよね、自分の意思で自分のやりたいことやれって。私やりたいこと見つけたの。へえ、よかったな。私ソウルの仕事を手伝う。他の町でもどこでもついていく。そばにいて技術を盗むの。チッ、俺の前でイチャつく気かよ。私も一緒に行くわ。よろしくね、ゴードン。え、あののことで分かりました。私はまだまだ修行不足です。いや、そんなことは。弟子にしてください。私試験をやめてきました。ちょっと、あれ、ハートマン死んだはずじゃ。死んだって言ったのか。私、そんなこと一言も。病院の前で泣いてただろ。だって、面会謝絶になってたんですよ。先輩に会えないと悲しくて、つい。な、じゃあ、俺たち何のために。ま、よかったじゃない。お前たちには、世話になったな。俺も焼きが回った。刑事は引退かな。じゃあ先輩も一緒に行きましょうよね、師匠。パッド。あ、ソウル、パッドたち行くね。またどこかで会おうね。待ってくれ、俺も行く。